山口県に記録的短時間大雨情報が発表されました。まず雨雲をご覧ください。こちらは8時20分の雨雲になります。気象庁によりますと8時30分までの1時間に、岩国市の三輪付近ですね、この広島県との県境に近い内陸部のところにあります、岩国市の三輪付近で、およそ100ミリの雨が降ったという情報です。解析雨量の情報となります。この活発な雨雲ですけれども、岩国市付近に猛烈な雨を降らせた中、先ほどですね、土砂災害警戒情報も岩国市に発表されました。かなり地盤が緩んでいる恐れがあります。この後も土砂災害に対して厳重に警戒をしてください。でこの後の雨雲の動きですけれども、引き続き活発な雲が山口県東部を通過していく予想です。引き続き激しい雨が降って、さらに地盤が緩んだり、また河川が増水したりすることが想定されます。かなりの強い降り方となっておりますので、今しばらく雨の降り方に警戒をしてください。でこの雨雲一旦止んでもですね、また西の方から入るということを繰り返す恐れがあります。山口県の東部では午後にかけても雨の降り方に警戒が必要です。以上速報でお伝えしました。